ということで、働こう語る2020、始めたいと思います。本日のトークゲストは金沢太郎さんです。イエーイ、よろしくお願いします。太郎ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。始まる前からちょっとお話をしていましたけれども、始まって早速、太郎さん楽しみにします。あ、ガリュウくん、ガリュウくん、ありがとうございます。ガリュウくんも先日、トークゲストで参加していただいてありがとうございました。あ、手を挙げていただいて。嬉しい、ありがとうございます。もうなんか、太郎ちゃんからいただいた履歴書を改めて見ていて、すごい、はい、すごいですね。なんか、マルチ起業家？いや企業、マルチ企業家っていうか、ただ、方向性が定まってなかっただけかもしれないけど。いや、あ、ちょっと先に出しちゃったけど。はい。そうなんですか？方向性が定まってなかった？いや、なかったというか。いや、でも私はもうなんか芯のある男だなと思って。ね、あの時ちょっとフェイスブックにもあげたんですけど、はい、出会いは、SFC の私のプレギュー受けてくれてたり、井上研究会で、社会起業家とか学んでたツッチーが秋田の同郷の出身ですごい面白い人がいるから絶対ひかるちゃん好きだと思うって言ってご紹介いただいて、で、ツッチーが始めた、それこそ今はもうシェアオフィスとか、ね、なんかもう普通にみんな知ってるようになったんですけど、その時代はシェアオフィスって何みたいな世界から、ね、ニューヨークでその事例を見つけてきて、これからの時代はこれだって言って原宿で、原宿ハウスでしたっけ？ね、原宿テラスかな。あ、原宿テラスだ。ちょうどコワーキングスペースとかって言葉が出始めた時ですよ、ね。だから知らない人の方が断然多くって、それをなんか始めて、で、そこで、じゃあ知ってもらうためにイベントやろうって言って、で、そこに太郎ちゃん来てくださって、で、おー、なんか面白いなと思って、で、地域、秋田の地域を、もっとなんか活性化するためにっていろんな活動されてたりとか、あれって8年くらい前？そのくらい前のはずですよ。そのくらい前になる。震災の後くらいですよね。そうそうそう、震災の直後ぐらいじゃないかな。2012年とかにイベントなんか始めて、その頃くらいにお会いしてるので、8年で、多分太郎ちゃんとそれで1回で、東京でなんか本当気があって、東京でご飯食べようって言って食べたりとか、で、ガリュウ君紹介していただいたりとか、あの時一緒じゃないもんね。あの時は太郎ちゃんと初めて会って、で、ガリュウ君と秋田に面白いやつがいるって言ってご紹介いただいた。当時僕が秋田朝大学っていう、はい、そうだそうだ。早朝の、まあ、いろんな交流会をやって、でまあ、いつもはその秋田で、早朝にカフェとかを借りて、まあ、そこでいろいろワークショップをしたりとか、ダイアログをやったりってことをやってたんですけど、あの時はだから出張して東京でやったら面白いよねって言って、で原宿テラスを借りて、でガルチャにも来てもらったりして、そこでその東京に住んでる秋田出身の人とか、いろんな人に朝6時ぐらいに集まってもらって、はい、おにぎり持ち寄って、そうだ、熱く語ったんですね。でもあれ、それも言ったら今って対話って大切だねとか、学校教育でも、主体的対話的深い学びをって言って対話っていう言葉使われてたりするんですけど、言ったら8年前なんて対話で何が起こるんだっていうか、飯食えるのかみたいな、そんな世界の中から対話を選んで、でしかも朝大学って言って、そのまあ、新しい学び場ですよね。その対話から学んでいくというか、っていうことを企画してやってらっしゃって、
ね、なんかいろいろと本当新しいことをこう取り入れて、でなんか動かしていこうとされている、はい、うん、でそんな太郎ちゃんなんですが、はい、まあボーダレス、なんかここ読んじゃいます、はい、あのボーダレスの世界で誰もが輝けるチーム作りをしたいというのがモットー、はい、はい、そう、うん、という考えで仕事をされていて、うん、ダイナミックサネットっていうのは、おばあちゃんの会社でしたっけ？そうですね。僕のおばあちゃんが、うん、亡くなったおばあちゃんが51年前に作った会社で、うんうん、最初はあのネズミ、はい、ネズミ退治のをやる会社だったんですよ、うんうん、でそれからだん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 いろんな有害生物の制御とか、うん、あとは今微生物とか、うん、あとウイルスの対策とかっていうふうにだんだんだん進化していって、だから今まさに、うん、今まさにですよね、うんうん、そういったのを今自治体とか企業さんとか、あと今、うん、海外展開も始めていて、うん、シンガポールとか台湾でもそういう同じようなサービスを。そうですよね、ここね、シンガポール、あっと、おっとと、うん、はい、シンガポールに続いて台湾でと、はい、そこを太郎ちゃんが切り開いていったわけですね、うん、海外に。そうですね、うん、うん、その頃はまだおばあちゃまはご健在でいらっしゃったんですか、シンガポールに進んでいくとか。うん、立ち上げたのは亡くなった後なんですよ。あ、そうなんですね、はい、ちょうどずっと糖尿病で寝たきりに近い状態だったんですけど、うんうん、その時から海外展開はしたいと思ってて、はい、でちょうどおばあちゃんのベッドの脇で うん、うちの会社海外展開してもうアジア全域に展開するから、言ったらこうすごく嬉しそうな顔をしてて、おばあちゃんが、でそれが多分最後、すごくじっくり話をした最後ぐらいの会話だったんですけど、でその時の嬉しそうな顔が忘れられなかったから、あ、これちょっと言っちゃったしやんなきゃなと思いでこうずっと やってきたんですよね。あ、素晴らしい、おばあちゃんの思いを引き継いで使命として。そうですね、創業してからすごいずっと苦労して会社を大きくして、うん、頑張ってたのを知ってたので、うん、で結構その、まあ、今でいう 3K っていうかね、今、はい、汚いきついっていう産業で女で一つでこう会社作って頑張ってきて、うん、結構その、うん、世の中周りの人たちからも、うん、そのなんていうかな、まあ、あんまりこうリスペクトされる、人がやらない仕事をご自身 で、 で、ね、だからこそやってすごくニッチというか、うん、ね、世の中に必要な仕事なんだけど、うん、こう汚い、うん、汚い仕事だみたいな風にね、うん、周りから言われて、うん、苦労してたんで、うん、まあ、このみんながこう誇りを持って、うん、世の中に必要な仕事だから、うん、誇りを持って社員のみんなも誇りを持って、うん、できるような会社にしたい、でそれでその海外展開もして、なんていうかな社会貢献もしたいと。まあ、おばあちゃんにもね、その誇りに思ってもらいたかったっていう思いもありましたよね、うん、いや素晴らしい、素晴らしい。だってさ、言ったら孫がおばあちゃんの会社引き継ぐよって言ってくれるっていうのは、うん、おばあちゃんにとっても最大級の誇りに感じますよね。なんか、うん、そう、うん、I am so proud of you って、まあ、なんか誇りに思ったからこそ引き継ぐというか、おばあちゃんの生き方そのものというか、それこそなんか今回の働こう語るのお題ですけど、そういうお仕事選んで働いてこられてのその生き方そのものをやっぱりリスペクトしたから、なんか太郎ちゃんやっていこうって思われたわけで、だってさ、なんかこの下を見ると
まあそこをやらなくてもとってもなんかちょっと立派なというかね、あのちょっと素敵なかあの肩書きというか思ってらっしゃった孫がおばあちゃんの後を継いでくれるっていうなんて、おばあちゃんすごい嬉しかったと思いますよ、うん、まあ、私がおばあちゃんだったら、うん、僕は、ね、うん、そう思ってくれたらいいなっていう気持ちはあったんですけど、うん、最初にその、まあ、秋田に戻って、うん、あのこの仕事継ぎたいって言った時は、うん、あんまり嬉しそうな顔しなかった、うん、あ、そうなんですか、あの、うん、こんな仕事でいいのと、東京でね、東京で活躍して、うん、その海外にも仕事で行ったりしてるのにね、うんうん、戻ってきてこんな汚い仕事をやる必要ないんじゃないのと、うん、いうふうに最初はね言われたんですよ、うんうん、で、うん、なんか結構逆にそう言われると燃える燃えるタイプで、あのいやなんかそういうふうにあの自分の会社とか自分の仕事をおばあちゃんが、うん、そういうふうに思ってしまってるのも、うん、なんか変だなって気もしまして、うん、あのだからちゃんと会社として成長させて、うん、あの会社作ってよかったなと、うん、あまあ、おばあちゃんに思ってもらえたらいいなっていう気持ちはありましたね、うん、なんかもうその話聞いてるだけで私泣きそうになってきちゃったすごい素敵、すごいね、みんな視聴者の皆さん本当そうですよね、なんか、うん、でもいや、あ、素敵で、ちなみにあの、そういうふうになんか思えてますか、今それを引き継いでやってなんかおばあちゃんにこう誇りを持って、こうおばあちゃんこんなになんか、うん、誇りを持って語れる仕事にできてるよっつって、うん、そうですね、うん、まだ道半ばですけど、うん、まあ、これは僕自身が評価することでもないので、うんうん、僕としてはその、まあ、今も会社に関わってくれてる両親とか、うん、おじさんとかですけど、うん、おじさんとか、あと僕が入社する前からずっといる社員さんとか、うん、あとお取引先とか、うん、あと今新たに海外で一緒に提携しているパートナーさんたちとかが、うんまあ、そうちの会社に関わってくれてる、うん、支えてくれてる人たちが、うん、なんていうか、まあ、笑顔で充実で、うん、あの生き生きと仕事して入れれば、うん、多分おばあちゃんもそれを見たら、うん、喜んでくれるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、でそういう意味で言うと今特にうちの社員なんかはもうすごく生き生きと楽しそうに仕事してくれてるし、うん、この会社に入ってよかったっていつも言ってくれてるので、うん、今の状態はすごくいいなと思って、まあ、これが、うんね、これをずっと続けていかなきゃいけないし、うんうん、あと もっとこれから もたくさんの人に関わってもらって、うん、輪をこう広げていけたらなというのは思ってますけどね、はい、この部分はちょっと第3部でこれからっていうところでもう一回突っ込ませていただくので、はい、まあ、きっと太郎ちゃんの頭の中にはこれからの計画というか、うん、もうあると思うんですけど、でも現時点で言ったら第1部のこの今何をやってるかっていう現時点で言ったら、それこそその意思を引き継いで、それがシンガポール、台湾、マレーシア、タイ、ベトナムでサービスが提供できてて、そこにこうスケールアウトされてるっていうこと自体で、それが続いてるサステナブルであるっていうこと自体がもう証明されてるように思います。今太郎ちゃんが言ってくれたことが、だからその後 その先はむっちゃさらに楽しみ楽しみですね、うん、はい、ということで、戻しちゃった、何をしてる人ですかっていうところが、うん、今若干こう履歴をもとにお話をしていただいたんですけれども、うん、太郎ちゃん自身が何をしてる人みたいなのはまだちょっと見えないかなと思ったりして、オーストラリアと
メルボルンと秋田を行ったり来たりしてる人ですよねある意味では そうですね、それは、家族がオーストラリアにいるから行ったり来たり、それともオーストラリアで何、今はメルボルンにいらっしゃって、さっきもちょっと、録画が始まる前で軽くお話ししてて、もうそろそろオーストラリアは冬支度というか焚き火をしてたという、庭で焚き火してたって、それだけで、はい、それだけで素敵だなって思って、うん、ステイアットホームしてるけど、うん、庭に出て焚き火をして暖を囲んでるみたいなね、うん、はい、そうですね、まあ、うん、何をしてる人っていうと何をしてるんだろうな、まあ、うちの会社本社が秋田にあるので、まあ、本社っていうか、まあ、ほとんど、まあ、秋田市が拠点で、またいくつか営業所が東北地方に数か所あるんですけど、うん、そこの、社長をやってます。でリモート、はい、リモートで社長やってます、うんうんうん、であとはその3年前に作ったシンガポールの子会社の社長もリモートでやってます、うんうんうん、で家族が、で僕妻がオーストラリア人 で、うん、で子供が3人、小学校6年生5年生と1年生、みんな可愛いよね、うん、写真見てた、なんかフェイスブックに上がってくる でももう6年生になっちゃったんですね。そうそうそう、そうなんです、うんうん、メルボルン の公立の小学校に今入ってるんで。ちなみにずっとオーストラリアですか？あ、秋田に住んでましたよね、しばらくは家族で。そうですね、しばらく、うん、だから2008年、2009年から、うん、2017年ぐらいかな、うん、まで秋田に住んでて、うんうん、それから3年間は、それから2年半は東京にいて、うん、そうだ、東京にいるから会おうって言ってたんですよね。で去年、メルボルンに、うん、まあ、もともと妻と子供たちがまずメルボルンに行こうと、うん、その教育のために、うん、教育のためにメルボルンに引っ越すってことにして、はい、で僕はだから秋田とシンガポールとメルボルンをこう、うん、毎月行ったり来たりするくるくるしてたんですよ。で 私ね、あ、うん、ちょっとだけ挟んでいいですか。私教育者としてすごく気になるのが、教育の場所をメルボルンにしたっていうのは、もうちょっとだけ深掘りしていいですか。はい、そうですね、はい、それは、うん、まあ一番大きいのは、オーストラリアの教育ってすごく子どもの個性を尊重するというか、うんうん、あまりその例えば社会の決めたルールとか、うん、学校のルールが、まあ、こうなってるからこうしなきゃいけないんだよじゃなくて、うんうん、まあ、ルールが気に入らなければそれをみんなにディスカッションしたりとか、うんうん、例えば先生と違う意見、うん、違う答えがあった時には、うん、そのなぜ違うのかとか、うん、どうしてその答えじゃダメなのかとか、そういったことをこう、うん、ディスカッションしたりとか、うん、型にはまった答えを出すんじゃなくて、結構考え方とか答えっていうのたくさんあっていいんだよっていうのをすごく尊重する文化なので、うん、そういう環境で、まあ、子供に育ってほしいなと、うんうん、あ、それがいいですね、包容力ですね、うん、あともう一つはうちの上の二人の子は女の子なんで、うん、やっぱりその結構その男の子はこうでなきゃいけないとか、女の子はこうでなきゃいけない、うん、そういう、うん、偏見がすごく少ないというか、それはこう男女の性別のことでもそうだし、うん、あとは例えば、まあ、うちの子供たちはハーフなんだけど、うんうん、国籍の違う子とか言葉の違う、あと宗教の違う子供たちがたくさん集まってるから、うんうん、うん、そういう、まあ、違うのが当たり前、うん、でそこに偏見を持たないっていうか、うん、偏見がすごく、まあ、まあ全くなくはないけども、うん、日本に比べるとその、う
まあ、そういう違う多様なバックグラウンドを持った人たちに対して、うんまあ、偏見なくお互いに過ごせる、ね。うんうん、だから特にそうだ、うん、うちの子供たちのバックグラウンドを考えると、うんまあ、オーストラリアの環境の方が伸び伸びと、うん、育ってくれるんじゃないかなと、うんうん、いうのが、まあ、大きいですね。いや、もう、もう totally agree ですね。もう本当に、まあそうじゃない、私も、まあ、1年校長 したんですけど、太郎ちゃんに会えなかったのは京都に行っちゃったっていうのはあるんですけど、でも目指してるのは、今でも目指してるのは、ボーダレスで、フラットで、オープンな教育。うん、だけど、うん、まだやっぱりそうじゃないっていうのは、つくづく感じるし、うん、海外の方がそこは特に日本ってやっぱり島国だったりとかっていうその単一的な民族な部分が強いから、でと同時にその和を重んじるいいことでもあるけど、その反対の面で言ったらそうじゃない違うっていうものに対して若干こう同調圧力がかかったりちょっと攻撃的になったりっていうところはありますよね。そうですね、うん、僕もだから東京の小学校に子供たち通った時は、うんうん、よく学校の先生とか PTA の、うん、輪の中に入っていって、うん、よくなんかぶつかってました、ね、僕は。あ、本当に同調圧力とか、うん、東京の方が他の地方に比べると若干もうちょっと開けてるかなっていうところはあるけど、それでもやっぱり東京も同じ感じなんですよね。ですね、うん、ちょっとすいません、ちょっと喉が、うん、大丈夫。ですね、なんかイエスでもノーでもあって、うん、まあ、学校にもよるのかもしれないですけど、あ、まあ、確かにそう思います、うん、もちろん東京の方がいろんなところから子どもたち集まってるし、うん、保護者の方々も例えば海外に住んだことがあるとか、うん、まあ、旅行に行ったりとか、まあ、いろんな世界を見てる、うん、人が多いので、そういった意味でこう少しオープンな感じはするんだけど、うん、一方で結構東京の保護者の皆さんとか先生方って、うんうん、忙しくていつも、うんうん、でちょっとあんまり余裕がないんですね。あ、そうかもしれないですね、うん、なんか逆に秋田の小学校は先生たちも余裕があって、あと子供たちもこう、まあ、両親との時間とか、あとおじいちゃんおばあちゃんの近くに住んでたりして、周りにこう構ってくれる大人がたくさんいて、結構なんていうかな、多様な世界、外国人に対する偏見とかそういうのはあるんだ、うん、結構みんなリラックスしてて、フレンドリーなゆったりした雰囲気が、うん、地方の方があるかもしれない、ね、なるほどなるほど、うん、秋田は特にちょっと教育に熱い県だったりもしますよね。そう、小中学校の学力が日本一なんですね、うん、秋田って。そうですね、そういう環境もやっぱり影響してると思うんですね。うん、うん、確かに。すいません、ちょっと教育のところ引っ張っちゃったんですけど、続けていただいて今やってる話の途中で腰折っちゃったようで、すいません。今やってる話ね、どうしようかな、どんなことがいいですかね。その3拠点をこう回っている中で、うん、その主に太郎ちゃんとしてやってらっしゃるその主要な、うん、役割は、ま、社長って役割なんですけど、うん、社長なんか多分見てらっしゃるとか、今後動画でも見ていただく中で社長になりたいって結構よく言われるでもじゃあ実際に社長の仕事ってどんな仕事なのって言われると、タロちゃん、なんか僕がやってる仕事の
まあ、主要な仕事としてはこれとこれとこれなんだみたいなのも教えていただけるとね、3拠点回って社長、どこも社長でいらっしゃるんですけど。そうですね、まあ、結論から言っちゃうと、はい、まあ、会社のみんなに、今世の中こうなってるから、うちの会社はこういうところを目指すよと、うんうんうん、それがゴールだから頑張ろうねっていう役割、うんうんうん、それでみんながその目的に向かって前向きに希望を持って取り組めるように、うんうん、この環境を整えたり、うん、勇気づけ、時には勇気づけてあれたり、あとはその個人個人の、個人個人の社員たちの目標をこう一緒に考えてあげたり、どうしたらそこまで いけるか、成長していけるか、個人個人の行動に向かって、頑張っていけるかっていうところを、まあ、一緒に相談したりとか、まあ、そんなことですね、多分。いや、すごい素敵、すごい素敵。で、それっていうのは、だからもう、現社会の、言ったらリーダーシップが発揮されてるっていうことですね。その指示命令で、もう俺についてこいじゃなくって、それこそ指針を示しながら、多分一番のお手本になってて、で、動機づけることが、そのエンパワーメントしていくためには、やっぱりその同じ目線で、もう、太郎ちゃんがここに書いてくれてる、これボーダレスなっていう、社長を前としてる、まあ、ここに見てくださってる方ももう感じてると思うけど、その社長さんってすごくこう偉いというかイメージがあるけど、そのボーダレスさをこうボーダーを取っ払ったなんか一番の良い聞き手になってくださっていたりとか、一緒にいるとなんかワクワクしたり、ね、なんか仕事へのモチベーションが勝手にアップされてたりとかっていう役割でいるっていうことですね。うん、そうですね。多分そのリーダーシップとかその社長さんにもいろんなタイプの人がいて、そういう、まあ、こう俺の言うことについてこい的なね、社長さんもいるし、まあ、そういうリーダーシップもあるかもしれないけど、僕はそうはなれないし、僕が社員の立場だったら、そういう社長よりもこう、まあ、聞いてくれる社長というかね、方がいいかなと思うので、だからなんていうか、目標というか行き先は示すけど、そこまでどうやっていくかはこう、まあ、一緒に悩もうね、一緒に考えようね、でそれを邪魔するものがないように不要なルールとか変な社風とかそういったものは、を取っ払っていく役割というか、みんなが前向きに進んでいくのにを邪魔しているようなものを取っ払っていく役割かなと思ってますね、なんかそこすごく共感するし、なんかね、なんかこうこの前ガリュー君が出てくださって、一緒に太郎さんも出てって言って出ていただいて、このまま次 のトークゲストでも来てほしいなっていう形で決まったんですけど、私多分初めてこうお会いした時からなんかすごく共感感じるっていうのは、その朝大学されてたりとか、まさにすごく私自身が目指してるフィールドは違うけど、学校っていうのも、で、校長っていう立場だったけど、同じことをやっぱり考えてて、だから、校長先生とか先生って呼ばれたくないっていう、同じ目線で共に作るっていう、まあ、パンフレットにも共に作るって書いてたりしてたんですけど、まさになんかその、なんか多分、それも太郎ちゃんの言う通り、いろんな人、がいて、いろんなリーダーシップがある中で、私の取れるリーダーシップってそうなんだなとかって思っていて、なんかだから太郎ちゃんの生き方とか働き方にすごく共感するなって、私自身がこうやってお話ししたいゲストとして生きていただくっていうふうに思ったのは、そういう共感からだなっていうのを今改めて
思いました。ありがとうございます。見てくださってる、あの、高校生からね、このファシリテートってどんな組織にも本当に必要、重要なんだなっていうのをコメントで書いてくれてます。彼は、あの、ファシリテーションを学んでくれてる人なんですけど、うん、そうだと思います。あの、うん。そうですね。まあ、どんどんコメント書いてくださいね、見てくださってる皆さんもありがとうございます。で、そういうちょっと続けていき、あの、続けていくというか先にじゃあ進めるっていうところで、あの、今会社の会社をされている経緯はちょっとおばあちゃまのっていうところもありましたが、もう少し若い時代というか、そういうマインドを持ってる、そういう共感力というか寄り添い力というか、そういう太郎ちゃんが今存在するわけなんですけど、そういう人間になってこられた子供の頃のエピソード、例えば小学校でも中学校でも高校でも、そこを今度は教えてください。第2部の今度は今にたどり着いたエピソード、太郎ちゃんのちょっと昔のストーリーというか。そうですね、まあ、多分初めは遡ると小学校1年生ぐらいなんですけど、当時両親共働きであんまり家にいなくて、で多分なんかこうアテンションが欲しかったというか、っていうのもあるかもしれないんだけど、あのすごく問題児で、もう学校に行ったら、あの他の子をなんかいじめたりとか、あの授業中にあの算数の時間に一人で校庭に飛び出して授業中にサッカーしてたりとか、なんかこう、もう一人で、うん、でしょっちゅう問題児で、こう親が学校に呼ばれて、うん、で僕一人だけこう良い子ノートっていうのをつけさせられて、うん、その日したいいことが全部金色のシールがもらえて、悪いことには黒いシールがつくみたいのを僕一人だけやらされてて、うん、すごい荒れてたんですよね。で、うん、なんか悪いことっていうのはなんか石井君をぶったとか、なんとかちゃんを、うん、バカと言ったとかね。で、いいことは、うん、今日は石川君をいじめなかったとか。まあ、そのくらいもう毎日あのもう問題起こしてて。で、なんていうかな、なんで45分間もこの教室の中で机に座って、こう面白くないことを学ばなきゃいけないかっていうのが、うん、黙って座ってなきゃいけないんだと、それが理解できなくて、うん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 、で、なんか好き勝手やってたんですよね、うん、で どうして他の子たちが席を立って外に遊びに行かないのか理解できなかった、うん、みんな小学校1年生ってみんな行儀よく教室に座って先生の授業を聞くじゃないですか、普通は。そうですね。あの東大の塩見先生っていう方が本当は怖い小学1年生っていう本を書かれていて、その保育園や幼稚園で言ったらシュタイナーとかいろいろあるじゃないですか、教育の方法が。で、そういう中で、その、子どもたちの自由意志を尊重する保育も今、やっぱりこう盛んになっている中で、小学校に入った途端に、規律正しくっていうところで、静かに黙って聞くにこう転換する、ここの境目で、やっぱりこう、なかなか馴染めない小学1年生多いよっていう、論文というか本を書かれてたりはするので、きっと太郎ちゃんだけではなくって、うん、そこをうんと警戒して、小学校1年生の担任を持つ先生たちは、さあ今年もまた小学1年生やってくるぜって言って、さあどあのいかにこうね、あの静か早い段階で静かに黙って聞かせるかっていうことをこう警戒しながら1年生を迎え入れるっていうところはあるようなんですけど、うん、でもいつの間にか鳴らされていっちゃう、うん、で僕はなんか多分その気持ちが多分他の子よりなんか強かったかもしれないですね。うん、で、まあ、だんだん慣れていったんだけど、うん、中学校1年生の時に、まあ、親の仕事の関係で秋田に引っ越したんです、まあ、
当時東京にいたんですけど。当時は東京にいたんですね。うん、東京から中1の時に秋田に引っ越して、秋田東中学校っていうところに転校して、そこがもうマンモス校で、中学年300人いて、3学年合わせると1000人近く、うん、1学年8クラスぐらいまでの学校だったんですけど、うん、そこに入ってからなかなか馴染めなくて、うん、で中学校2年生の時にいじめられたんですよね、みんなに。ほう。で、2年生全員から村八部にされて、うん、まあ、金沢とそのちょっとその、ちょっと悪い、ちょっと悪ぶってるグループを決めて嫌われちゃって、うんうん、で、もう金沢は無視だみたいな。その時まで一緒に学校通っててくれた友達も、そのグループが怖くて、口聞いてくれなくなって、一人で学校行くようになったりして、で当時部活やってたテニス部だったんだけど、うん、部活の時間になって部室に行くと、うん、ラケットのネットをこうハサミで切られて、切られてたりとか、ひどい。テニスシューズマジックで、油性のマジックでこう落書きされたりとか、ちょっとひどい、うんうん、1年間ぐらいずっとそうやって誰とも誰も話してくれない、うん、で結構 それがきつくて。きついよね。なんかこう、そのいじめの、その主要メンバーだった人たちに対しては、うんうん、僕は結構なんか逆に戦ってて、あ、はい、うん、体育の時間にこう強く当たっていったりして、僕も結構対抗してたんだけど、うん、その時怖いなと思ったのが、うん、いじめの中心メンバーじゃなくて、うん、いじめのメンバーの言ってることを、の言いなりになって、うん、こう何も考えずに、うん、こうなんとなく無視したりとか、うん、傍観して何もしない人たち、うんうん、その人たちって怖いなってその時思って。わかります。うん、なんかこう、例えば僕のことが気に入らなくて、うん、僕に対して攻撃してきたりとか、うん、なんか来るっていうのは、うん、まあ分かるっていうかね、うん、僕にも悪いとこがあったかもしれないし、うん、それは理解できるんだけど、うん、その関係ないのに、うん、これに加担する周りの人たちの方が怖いなと思って、うんうん、なんか結構それが僕の人生の転換期になったかもしれない。あ、うん、1年よく頑張りましたね。うん、今思うと頑張ります、うん、休まずに、うん、もうそのまま学校に行かないっていう選択もできたわけじゃないですか。うん、だけど、うんうん、まあ何度か休みましたよ。なんか、うんうん、本当に辛い時は行きたくなくて親に言って、うん、たまに休んでたけど、うん、まあ、基本的には毎日行ってましたね。その毎日やっぱりこう自分を鼓舞したと思うんですね。毎日行けたモチベーションは何だったんですか？うん、何だったんだろうな。うん、なんかそのいじめの中心メンバーだった人、うん、子供たちにこう、うん、なんかこう、ま、負けたくなかったとか、うん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 、それで自分がもう行かなくなったら彼らの勝ちだっていう風に見えるような周りの様子もあって、うん、そうそう、あ、すごいな、戦い続けたんですね。うん、だから勉強も頑張って、うん、部活も頑張って、うん、なんかこう見返してやりたかったとか、うんうんうん、そういう気持ちで言ってましたね。あ、で1年過ぎたくらい、その言ったらその同じクラスのとかそんな感じなんですか？そう、同じクラスですね。じゃ学年が変わって、うん、すみません、それで、そう、先生たちもなんか、うんうん、
何もしてくれなかったのが悔しくて、うんうんうん、でまあそれもありましたね、うん、なんかご両親はどのようなアドバイスをしてくれたんですかっていうご質問があります。両親はね、うん、なんかね覚えてないんですよ僕、うん、その時両親に何を言われたか、うんうんうん、両親に全部言わなかった気がする。あ、うん、言ってないね多分。あのなんかこう今日はちょっと学校に行きたくないからとか、うん、気分悪いからとかって仮病を使ったりして学校に行かなかったりしたけど、うん、いじめの事実はあんまり話さなかったですね親に。あ、気づかなかったですか。その例えば靴に落書きされてたりとか、ね、そういうラケットを切られてたらまたガッと買わなきゃいけないとか、なんかあ、そういうのはなんか自分でなんとかしてました、ね、あ、じゃあ結構一人で それこそもう一人でなんかクリアしていくっていうか乗り越えようとすごい努力したで、先生たちもいじめがあるとは認識してくれなくて、うん、なんかこう、まあ、な喧嘩、うん、喧嘩だからお互い謝りましょうみたいな感じで、うん、いじめとしては捉えてくれなかったですね先生ね、うん、それが1対40というかそういう世界ですもんね本来ね。で、でもそれは明らかないいじめなんだけど、うん、でもなんか、うん、いじめなんだけどそれに屈するといじめになっちゃうけど、うん、なんかいやこっちが負けた気にならなければ、うん、なんか自分もなんかいじめられてるって思いたくなかったのかもしれない。自覚、うんうんうん、しなければその相手にその あこいつは屈したっていうあの、うん、喜びを相手に与えたくなかった。それでこう、うん、自分自身もなんか認めたくなかったかもしれない。そう、うんうん、いじめられてるっていうね、うんうん、なんか、うん、それはでもなんかそこが そのやっぱりすごい言ったら今こうやってまあ年数を重ねてこうやって言葉に出されてで今思ったら辛かったなってこう改めてこう振り返ってでその時代の自分によく頑張ったなっていうなんか屈しなくって偉いぞお前みたいな偉いぞお前か俺偉いぞ俺というかあのでもなんか今の太郎ちゃんがこうやって今やってることもさ言ったら結構なエネルギーも体力もいるわけじゃないですか。3拠点をこう回ってとかでいいお父さんの様子が Facebook でも見えてたりとかするんですけど、うん、とかでも そのなんかあの気力体力というかっていうのがなんかその源というかあのしっかりと鍛錬されたのかなとか鍛えられたのかなってその時代の風にその時す、うん、それすごい鍛えられたと思います。だからむしろ逆に、うん今では良かったなとさえ思ってますね。その時にそういう体験したことが。あだからそれ以来なんか社会人になってからも、うんうん、だから最初に勤めた会社の上司がすんごい怖い人で、うん、なんか入社最初の月のうちからもう 君は頭悪いから僕の言ってることを理解できないからもう何もしなくていい。って言われたりとか、なんかまあかなりパワハラなんだけど、なんか確かに人前ですごい怒鳴られたりとかしたんだけど、うん、その時もなんか、うん、あんまり動じなかったっていうか、あ、うん、なんか、ね、いや
でもなんか今やっぱりこの話聞いてなんか勝手に涙が出てきたんですけど、私もいじめにあったりとかさあって、なんかすごいそこも共感するっていうか、いじめられる人ってなんかいるよね。なんかでもなんかそうだからこそ太郎ちゃんはきっと魅力的なんだなって思うのは、なんか自分が痛みを経験してるから、だから人の痛みが理解できるから、人にそういうことはしないっていうことが、痛みが分かってる人間は人に痛みを与えるっていうことはしないじゃないですか。うん、とかさっきの話じゃないけど、ボーダレスでとか、その社長の仕事って何って聞いた時に、社長の仕事っていうのはなんかそのどう寄り添ってあげたらその人がワクワクした気持ちで働いていけるかとか、自分が目指したい方向が見えていくかって思えるような働き方、社長としての働き方とか自分の役割って感じてるっていうのは、まさに本当にそういう経験を積み重ねてきたからこそ、なんかこう寄り添える気持ちが持ててるというか、うん、うん、っていうのをすごい思いました。うん、やっぱりその時の経験でこう、うん、なんか人ってちょっと自分と違うものを見ると、まあ、攻撃したくなる、いじめたくなるものなんだなってのは分かったから、まあ、逆にそのちょっと人と違う個性のある人とか、あとその、まあ、ちょっと人と違う境遇で普通の働き方ができない人とか、うん、そういう人になんか活躍する場を作って活躍してもらえるようなことっていうのは自分の会社でできたら、うん、それってすごくいいなと思いますね。うん、いやすごいなんか、うん、今の太郎ちゃんはそのすべてね、今にたどり着いたエピソードっていうか、きっとまだまだいやもう軽くね、そういうふうに1年そうだったって、でもその1年をなんかこうおもんばかったら、もうなんか胸が痛くてしょうがないというか、毎日学校行きたくなかっただろうなと思うし、なんか明日は学校行きたくないと思いながら寝て、でも朝になって行くみたいなことの繰り返しだったんだろうなとか思うしね。で、今のそのやっぱり人ってどうしてもこう攻撃の方に向いちゃうというか、それこそ私最近の出来事いっぱいなんか攻撃が生まれてるじゃないですか。アメリカは中国を攻撃し、ね、アメリカ国内の中でも、本当になんか、あのニュースも見るたびに本当に胸が痛くって、動画で撮られてたりして、でもそれこそね、あれ動画で撮ってる人がいるわけじゃないですか。でも、うん、撮ってる暇があったら突き飛ばすぐらいしてもよかったと思ってて、I can't breathe って言ってる人がいるのに、うん、動画撮って、うん、その喋れなくなるまでずっと動画撮ってる人がいるって、これもおかしな話だ。それこそさっきの太郎ちゃんの傍観者なのかなっていう。で、なんかまあエビデンスとして残してるっていう部分もあるかもしれないけど、なんか他に声を上げてあげれる人って周りにいなかったのかなとか、なんか警官だからそれが言うのが、逆に自分もね、それこそ、うん、同じあれじゃないですか、うん、なんか自分の声を上げたら自分も捕まっちゃうとか、うん、あれでも僕も見ましたけど、うん、結構言ってるんですよね、周りの人もね。で、うん、実際助けようとしたけど警察にこう仕返されちゃった人とかもいて、うん、まあ、なかなか警官武装してるしね、まあね、難しいのかも。それよりも僕は思ったのはその、うん、警察官の人たちもこう止められなかったのかなと思いますよね。うんうんうん、膝で押さえてた本人だけ今処分を受けてるけど、うんうん、他のそこにその場にいた他の3人周りにいたね、何の処分も受けてなくて、うんうん、人たちも何かできなかったのかなと思いますよね。うん、思いますね。うん。とかね、まあ、SNS、うん、いや辛い、もうそれがそ
なんかさらにこう、うん、だからなんかもう本当ストレスが溜まってたんだなっていう、あそこだけの問題じゃなくて国としてストレスが溜まって、ね、まあ、それは日本もちょっと若干 SNS の誹謗中傷だったりとか、まあ、なんか今社会の中でそういうことが起こってるからこそ、なんか私には何ができるんだろうっていつも考えたりとかしてるんですけど、そんな中で、次なんです。次がまさにその、働くって何にも聞きたいんですけど、これから今こういう社会の中で、じゃあここからがもう第3部なんですけど、これからの社会ってやっぱりどうなっていくんだろうとかと同時にどうしていきたいって思っていて、じゃあその上で太郎ちゃんはどういう役割として、さっきの一個手前のこう働くっていうところを考えてとか生きていくっていうふうに思ってるのかなっていうところをちょっと、はい、共有していただけると嬉しいなと思います。そうですね、まず働くっていうことは、うんうん、僕はあのみんながその個性と強みを発揮してそのチームとして助け合うこと、助け合いながら何かを達成すること、うんうん、まあそれが僕の働くっていうこと で、そういう働き方ができるチームを作っていきたいっていうふうに思ってます。で、これからの世の中はそのまあ、さっきあのファシリテーションが大事なんですねってコメントもらってましたけど、うん、なんていうかそういうファシリテーション的なリーダーシップっていうのが今まではこうなんとなくこう理想像として語られてたけど、多分これからの世の中は例えば会社とかビジネスをうまくいくようにするためにもそういう形のリーダーシップが必要になっていくと思うんです、うんうん、なぜかっていうと今、まあ、ちょっとキーワードでボーダレスって出てきてましたけど、うん、今この、ね、人の移動も国をまたいでどんどんいろんなたくさんの人が移動するようになってきて、うん、で経済も中国のものを中国で作られたものがアメリカとかロシアとかヨーロッパで使われたりとか、うん、食品だってブラジルの農園で採れたコーヒー豆がもうオーストラリアで焙煎してそれを日本で輸入して使ったりとか、うんうん、もういろんなボーダーがなくなってきてて全てがつながってるんですよね、うんうんうん、そうすると当然仕事の仕方とかあと一緒に働く人っていうのもいろんな国の人といろんな言葉で、あといろんな宗教とか考え方に配慮しながら、うん、自分と違うタイプの人と仕事していかなきゃいけない、まあ、そういう世の中にもうなってると思うんですよね、うん、で日本にいるとなかなか日本の中だけで仕事が完結したりするから、うん、まだその流れが見えにくいかもしれないけど多分世の中はもうそういうふうになってて、うん、まあ、日本もその波にも巻き込まれていくからうん、そうなってくると日本の中だけでこう偉そうにしてた、うん、社長さんが、うん、俺が言ってること正しいからこうやればいいんだって言ったって、うんうん、じゃあシンガポール人がそれ言う通りにあその通りですって言ってついてきてくれるか、うん、ついてきてくれないわけですよね、うんうん、だからそういうリーダーシップは必要なくて、うん、それからの世の中っていうのはお互いの立場をもっと尊重して、うん、こっちの要求を押し通すんじゃなくてあなたは何を考えてるんですかと、うん、なぜそういう考えなんですかと、うん、どうしたらいいと思いますかと、うん、でそういう会話を通じて、うん、でお互いのいいところとかお互いの経験とか、うん、お互いの持ってるものを全部生かしきって、うん、で一人じゃできないことを一緒にやる、うん、っていうことをしないと、うん、仕事が成り立たなくなっていくと思うんですよこれからって、うんうん、確かにだから そういう
それに適応した働き方とか、チームの方とか、コミュニケーションの仕方とか、そういうことをやって、例えば、今高校生とかね、大学生とか、なんか これ自体、この動画自体、キャリア教育で使いたいって言ってくださったりとかして、その大学の先生とかがこの動画見てくださっ、学生にね、見てもらうとか、そういうところに発展しそうなんですけど、そしたら、やっぱりその、高校生、大学生が、これから自分のキャリアを積んでいく上では、その、より自分自身が何ができるかっていうことを明確にする上で、やっぱり自分にはできないことっていうことは認めた上で、まあ、それがイエス&で言ったらイエス。で、誰と一緒にやっていくかっていうことを、その、いろんな人とつながっていくっていうことを、やっぱりそこはコミュニケーションだったりとか、その人を見極められるとか、そういう力も必要なんだなっていうところなんですかね。スペシャリストである、プラスアルファで、できないことは、こう、臨機応変に、手がこう差しの、手を出していける、自分から、ね、組もうよって言ってっていう社会なんですかね。うん、どうなんですかね。これ、うん、まあ、人によってね、どういう生き方がいいか、うん、違うかもしれないけど、うん、まあ、僕だったら、もし自分が今学生だったら、うん、もしくは自分の子供が今学生だったら、言いたいのは、そうですね、なんか人の真似をしたり、人がすでにやってることじゃなくて、誰もやってないことをいろいろやった方がいいと思うんですよね。で、人がやってないことをやっていくといろんな発見があるし、いろんなものに興味が出てきたりとか、人とは違う、こう、なんていうか、楽しみとか、興味っていうのが生まれてくると思うので、で、それを追求していくと、人にはない知識とか技術とか、そういう能力がついていくと思うので、人と違うことをこう、良しとするというか、あんまり人と同じじゃないっていうことにストレス感じる人ないんじゃないかなと思いますね、これから。素晴らしい、それこそまさにもう太郎ちゃんのおばあちゃまの時代から、おばあちゃま自身がそうされてきて、でそれを引き継いで太郎ちゃん自身もそういうふうに生きてこられてっていうところが、なんかその信憑性という、信憑性じゃないけど、すごく、あ、ごめんなさい、あとはなんか、そう、やっぱヒカルさんも言ったように、こう誰かと組んで、こう チームで何かをやっていくっていうことね。まあ、その学校のプロジェクトでも、ボランティアでも、何でもいいかもしれないけど、こう仲間と一緒に何かをやるっていうこと、ね、で、その過程で多分いろんなことが身についていくから、自分の興味のあるエリアを見つけるってことと、人は仲間と一緒に何かをやるってことが、二つがすごく大事なような気がしますよね。確かに、確かにそう思います。もう、はい。I can't agree more です。なんかその、ものをたくさん知ってたりとか、計算が早いとか、そういうことって全部 AI でできるから、これからは。確かに。だから世の中にもっと必要とされるのって、やっぱそういう、目標を掲げて、仲間にモチベーション、モチベーションが上がるようにこの仲間と一緒に仕事をするとかね、そういう人間的な力が多分すごく貴重だし、あとはなんかコンピューターではできないような、なんていうか、マニアックな分野っていうかね、なんか好きだからやっちゃうこととか、情熱を持って何かに取り組むとか、それってやっぱり機会ができない分野だから、
そういうところがいいんじゃないかな、うん、いいですね、いいですね。視聴していただいた皆さん、もう残り1分1分になっているんですけれど、何か一言こう太郎ちゃんに伝えたい、なんかパン屋も見てくれてたりとか、あ、パン屋、はい、そう、パン屋起きれたんですね、よかった、ありがとうはい、なんか東京も来るんですよね。東京ね、だから、はい、今だ コロナのせいで、うん、そうですね、いつ移動できるか目処がついてなくて、うん、だから本当なら毎月行き来してるんですけど、うん、2月からずっと、うん、オーストラリアを離れられない状態で、うん、次ね、なんか、うん、いつ、そうですね、シンガポールもですよね。そっか、うん、まあでも帰ってくるときはぜひ連絡ください。はい、東京にいるんですよね。はい、しばらくいます。私も逆にあっちこっち飛び回ってた仕事だったんですけど、今はもうオンラインで全てなんか完結できちゃうというか、はい。いや、うん、便利ですよね。便利。移動がな、うん、移動が減って健康になりました。そう、本当そうなんですよね。移動って本当にしんどいから、うん、移動が減った分、ちょっと健康になってぽっちゃりしてきちゃいそうな勢いで最後、はい、大丈夫なはず。でも太郎ちゃん来たら美味しいワインを飲みに行きましょう、はいはい、最後いつもハイファイブして終わろうってやってるので、うん、フォトグラファーにですね、私の、うちの高校生かわいい、高校 JK ちゃんが写真を撮ってくれるので、写真の準備してもらう、あ、はいと、はい、撮りますということで、太郎ちゃんどっち向きますか。私ね、いつもこっち同じ方向、ああ、でも太郎ちゃんこう、あ、じゃあ私こうかな、やっぱりこうすればいい。うん、そしたら後で合成します。はい、撮ってかな、取れました。ありがとうございます。じゃあまた撮れた写真も送ります。はい、動画もお送りさせていただきます。ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。太郎ちゃんやっぱすごい素敵ですよね。本当なんかもうちょっといろいろ深いところも話したいなと思うので。ね、1時間あっという間ですね。あっという間でした。本当にあっという間。今度は東京でちょっと飲みながら、あそこもちょっと聞きたかったんだっていうところをオフレコの世界でお話しさせてください。はい。はい、ではでは、オーストラリア、はい。また寒いけど気をつけて、ありがとうございました。はい、